遺体が見つかった公園に設置された献花台。市民らから手向けられたたくさんの花が並び、熊のぬいぐるみやお菓子なども置かれています。おととし3月、広瀬爽彩さんが公園で凍死した状態で見つかりました。第三者委員会の調査では、いじめがあったことは認定されましたが、死亡との因果関係が不明とされ、再調査が行われる事態となっています。一方、旭川市はいじめが疑われる場合の情報を集約するため、条例の制定などに乗り出しています。4月からは教育委員会と市長部局が一体となって進めていく旭川モデルというものを構築してですね、しっかりとした再発防止に取り組んでいかなければならないというふうに考えています。広瀬さんが14歳という若さで亡くなってから2年、悲劇を繰り返さないため、いじめの防止や早期発見につながる取り組みが求められています。